こんにちは、アークです。今回から初代青鬼をプレイしていきます。とは言っても初代青鬼なんていろんな人が実況していて、もうお腹いっぱいな人も多いでしょうし、そもそも2や3が出ててなんで今更初代っていう、人も多いと思います。実際僕もそうです。ですので、ただただ青鬼をするわけではございません。題して、セーブするごとに速くなるビルドアップ青鬼。はい、ということで、まあ、ビルドアップとは何ぞやという話なんですけど、ポケモンの技ではございません。ビルドアップとは、ランニングの練習法で、最初は遅く走り、徐々にスピードアップしながら長距離を走り、スタミナ向上を図るトレーニングです。これになぞらえて、セーブをするごとに、ゲームのスピードが 0.2 倍速ずつ速くなる青鬼をします。まあ、要は倍速青鬼なんですけど、これをやっていこうと思います。何番戦時だって話ですか。ではビルドアップ青鬼のレギュレーションを説明していきます。1つ目、初期速度を2倍速とし、以降、ゲーム内でセーブをするごとに 0.2 倍速ずつ速くします。これは過剰なセーブによってゲーム難易度の低下を防ぐためです。ただし、ゲームスタート後、玄関にて会話した後、キッチンで皿の破片をゲットしてから再び玄関に戻るタイミングで一度セーブをします。で、これによる速度の上昇は例外とします。この措置というのは、一度もセーブをせずゲームオーバーになった時、オープニングなど、そういった長い作業を繰り返すことを防ぐためです。ご了承ください。2つ目、入ってきた館をステージ1、若干雰囲気が暗い館をステージ2、ボロい館をステージ3とした時、ステージが進むごとにセーブをして速度を繰り上げます。例えばステージ1からステージ2に移行した際、速度が 2.4 倍速の時、ステージ2からは速度を3倍にするといったものです。これは終始セーブをせずクリアしてしまい、動画の緩急がつかなくなることを防ぐためです。現在考えているレギュレーションはこんなものですが、ゲームの進行具合、難易度によって、追加修正を考えております。ですのでご了承ください。よし、それではゲームを始めていきましょうか。まあこういうことは初めてですので、いろいろ拙いことはございますが、何卒ご容赦ください。思いのほか早くてちょっとびっくりした。はあ。皿が割れたぞ。よし、取りに行け。ね、科学的に考えてね、入らないとね。で、皿の破片回収。戻ったら誰もいないので、一回セーブします。ものすごくセーブファイルがありますが、初見じゃないです。というか、この倍速をやっちゃいました。最後まで。で、まあ、なんで今やり直してるかという話なんですけれども、先ほど、まあ、自分でも言うのはろれつが回らない。なんですけど、こういうスタイルでやるのはいかんせん初めてです。てかもう並行して作業はできないから、一回こっちの作業に集中します。何すんだっけ。皿の破片回収した。鍵かかった。思い出した、2階だ。あ、で、まあこういうことはいかんせん初めてですので、何分準備が全然できてなかったんですね。で、そうやってたら、ゲームのボリュームとマイクのボリュームを、全く考慮していなくて、マイクの方が全く入ってなかったんですね。で、こうやってやり直してます。ちなみに、そっちの動画だと、最後、600% ぐらいまでいって、いやー、そっち使ったら面白そうだったんだけどな、いろいろ指令化してたし、もったいない。はい。ね、200% の青鬼なんて、もうそんなんと比べたら、意外とダメだ。油断するとダメだ。OK。ね、600% 経験してる人間にさ、200% なんてそんな余裕っすよ。はい。ね、次どこだっけ？単純に覚えてねえや。あれ、今ハンカチ手に入れたから、じゃあそうだね、1回行って、ここ行って、あれ回収して、これ回収してか。あれ回収して、これ回収して、で、ハンカチの、ハンカチ？違う、洗剤の方か。洗剤でハンカチつけて、
違う、鍵取ってね、ドライバー手に入れたから、いや、合ってる、いいんだ、いいんだ、いいんだ。で、上行って、寝室の鍵使って、開けて、落ちて、ここだね。ハンカチって鍵盤拭いたら、679。はい。679。あれ？そっちから。ちょっと待って。